はい、さい、アハチャキッチンです。今日はあなたのチャーハンが何倍も美味しくなる秘密の調味料を作ろうと思います。こちら花ガツオ、鷹の爪と、ひまわり油と、ごま油、以上ですね。こちらを使って、あの特製おかか油っていうのを作ります。これを作っとくだけでチャーハンが何倍も美味しくなりますし、パスタ、和風パスタとか、他なんでしょうね、まあ、いろんなものに使います。本当にちょっと和風カルパッチョに使ったりとか、ぜひぜひね、作ってみてください。それでは、はい、それではね、作っていきますよ。最強のやつを、ひまわり油、これは本当に持つんで、ちょっと多めに作った方がいいですね。200ぐらいいきましょうか。これ200ぐらいあります。ごま油、ごま油、まあひまわりに対して半分ぐらいですね。はい、これで火を本当に弱火で大丈夫です。はい、鷹の爪、鷹の爪はね、ほんとちょっとです。一つまみぐらいですね。で、花ガツオ、花ガツオを、花ガツオね、軽いんでね、これで20ぐらいです。これで弱火でひたすらやるだけなんで、早送りするかカットします。はい、これね、だいぶおかかは全部ひたひたになって、この油にね、これね、ほんと香りが伝わるようになってほしいですね。これめちゃくちゃいいカツオの香りするんですよ。これ全部花ガツオが浸って、このほんとね、焦がしたらダメなんで、これね伝わりづらいかな。どうしましょうか。まあでも全部浸って3分ぐらいですね。その自然と浸って3分ぐらいで、ちょっと火を切ってもらって、はい、これで若干冷ましてからね、移しますんで、また切ります。はい、粗熱が取れたら、押して置きましょう。まあ、ちょっと少しですけど、これでこの特製おかか油が出来上がりましたね。はい、この押したやつ、これね、もったいないんで、こちらはふりかけにします。だけに、ごま、
薄くしたい。これで潜んでた油が出てくるんで、あのふりかけにしたらちょっとジュクジュクなんですよ。なのでもう軽くねこのおかかかしちゃって、これも本当にもうおにぎり、パスタ、チャーハン、何でも使えるね。食べるおかかっていうんですかね。ちょっとこれもだから粗熱取ったら完成です。今日はこの特製おかか油とおかかのふりかけ作りました。これでね、あなたのチャーハンが何倍も美味しくなるんで、ぜひ作ってみてください。